大学へようこそ。今日はね、日本の投資信託を買うのはおバカさんというのをですね、お送りします。商品の価格というのはですね、需要と供給で決まるのは、まあこれアダム・スミス以来のね、基本ですけども、投資商品も同じでね、例えばバナナっていうのを例にとると、フィリピンでバナナ買うのと日本で買うのでは、バナナは10円でフィリピンで買えて、でも日本で売るとですね、300円とかそのぐらいになるのですが、500円とかね。これも同じようなことを考えるとですね、投資信託って日本で買うのはおバカさんなんだと。なぜかというとですね、ちゃんとしたファンドがないってことですね。でほとんどこれね、証券会社が儲ける、あるいは銀行が儲けるためにね、販売手数料 3% とか運用手数料 2% とか取られてですね、 5% 持ってかれて、それ以上儲けようっていうのは、コロナの急落した時とか、あれですね、リーマンショックですね、あの時、ああいう時に買えば、まあそのこんだけ取られてもね、儲かることはありますけど、普通儲かんないですよね。 でもこれをね、平気でね、財務省さんはね、銀行とか証券会社を守るためにね、みんな天下りしてますからね、ダメだよね、こんなの買っちゃうね。それに比べると手数料ほぼゼロの S&P をね、買った方がいいですね。はい、あとは ETF とかね、手数料少ないですから。でもそういうのは儲かんないからね、普通証券会社とか銀行じゃ売ってないんですよね。まあ、ネット証券でね、楽天証券なんかとか、SBI 証券とかで買えばいいわけですね。はい、でアメリカの投資信託っていうのはね、日本の22倍なんですよ。だから日本はね、貧乏人って預金するように財務省が誘導してるんで、貧乏な人みんな預金しちゃうわけですよね。まあ今までね、30年間デフレでしたけど、まあこれから少し変わるかもしれませんけどね。でアメリカは預金ではなくね、株式投資するように誘導されてるんですね。だからアメリカの投資信託っていうのは、手数料も運用手数料もファンドが多いもんだから、もう競争しちゃって値段がそれすごい低いわけですよ。手数料はね、合計でも 1% いかないんで、アメリカのファンドは 5.2% 程度運用益が出ると。日本はマイナス 0.1%、 こんなやる意味ないですよね。だけどなんとかしてやらせようと思ってね、 NISA だろなんだろ言ってますけどね。でまあ、投資するのは日本でなく、どこでやるんだっていうとですね、香港、シンガポールでプロインベスターというのに任せると運用益 5% と、1億入れると1億500万になって、次の年も 5% でもあると複利で増えていくとね、これまあ保険も同じでですね、日本で保険に入ると35年で同額戻ってくるという、このバカなね投資スキームなんですけど、香港で保険に入ると7年間で同額返ってきて、11年で2倍、20年で3倍、30年で4倍なんですよね。この辺学校で教えないんですよね。で、超富裕層は知ってるんですよ。ところがね、一般のね、学校の先生、まあそれちょっと後にして、日本居住者の投資ってのはバカだねって言うんでね、まさに情報商材だねと、信じちゃダメだと。将来は年金出ないよと。だから自分の資産を増やすには投資すべきなんだけども、日本じゃダメなんで、海外移住して海外居住者になって投資するのが一番だと。まあこの辺出すと香港、シンガポールですかね、まあドバイまで行く人もいますけどね。でね、もう一つ面白い話聞いたんですけど、弁護士を使ったファンドっていうのがアメリカでありまして、いわゆるドラマでスーツってなんですね。あれ見たら面白いんですけど、まあニューヨークなんで、金融の街ニューヨークなんで、いわゆるその弁護士の訴訟ファンドの、があるんですね。だから勝てそうな案件だと、少額訴訟でもね、50万ぐらい、YouTube のコメントで悪口書かれたら、弁護士がそういうのを今ゲットしようと思って頑張ってるらしいんですけども、それはアメリカだともっとね、そういうの、ファンドをね、訴訟ファンドがね、投資してくれるって言うんでね。だから弁護士ってそういう投資ファンドのようなこの感覚、これもやっぱりアメリカだからですね。日本はこういうのあんまりないですよね。
まあ、頑張ってやろうとしてますけども、これはね、なんでかというとね、投資の選択が狭いんで知識がなくてね、騙されるんですね。だから自己投資って投資ノウハウを勉強すべきなんですね。でこれはね、やっぱりね、教員がダメなんですね。だって社会経験ない人が先生やってるから、投資ファンドの話とかね、そんなの全然知らないわけですね。で教育、まあ、財務省もね、教育させないんでしょうね、文科省によってね、投資の勉強なんかされても困るんですね、うん、ってなことでね。で私もね、今思うとアメリカの中西部に留学したんですけど、これはね、英語を勉強しようと思って行った部分もあるんですけども、ニューヨークで金融とリートを勉強すべきでしたね。今更はしょうがないんですけど、まあ、この世はですね、投資が儲かるようにできてるんですね。これもね、知らないですよね、株式会社っていうのはね、あって、で昭和の時代はね、なんか勘違いしたか、かなり社会主義的なね、発想があったんで、なんていうんですか、社会党が応援して、企業は成長して、そして労働者がそれを賃金という形でどんどんどんすかどんすか稼いだんですけど、今はもうね、アメリカにね、バブルの時にやられちゃいまして、円安になってね、でね、もう日本は要するに外国の外人がどんどん日本株を買ってですね、本当の株式会社になっちゃったですね。新自由主義でね、まあ、小泉竹中路線でね、そしてそれが原因で、日本ではもう儲からないと、投資しても儲からない、投資しても儲からない、ということで、その外人の投資家がですね、ともかく派遣をどんどん入れて、そして、賃金は抑えろと、その分儲かったら自己株買いと、配当を増やせっていうような、本当の資本主義になっちゃってるんですね。もう団塊の世代はね、みんな引退しちゃって、左翼的な人がいなくなっちゃったんでね、もうそうなっちゃったですね。で日本の場合は、それで海外移住っていうのはやっぱり香港、シンガポール、ドバイですね。そこ行って投資すると税金取られないということでね。であともう一つ、日本の場合は少ない資源というのはね、土地なんですね。だから土地本位制になって、土地を買う制度がすごく充実していて、だからどんどん土地だけは上がっていくと。これはもう土地本位制なんですね、日本はね、うん、日本で投資考えるのは土地を外せないと、投資するには日本でなくシンガポール、ドバイに行かなきゃいけないということですな。ということで以上です。内容が良ければいいね、そしてチャンネル登録していただきますと、こういうのをどんどんまた作っていきます。よろしくどうぞ。